中橋徳五郎昭和9年3月25日は、日本の政治家、実業家、官僚、大阪商船社長、衆議院議員、内務大臣、商工大臣、文部大臣を歴任。声優会、旧姓は斉藤、号は田抜庵、加賀国生まれ、文久元年9月10日、加賀国金沢に、加賀藩市、斉藤総一、金夫妻の逸夫として生まれる。 明治15年東京大学英法科を卒業後、明治19年東京帝国大学法学部専科を卒業する。大学院では商法を専攻する。明治19年判事司法となり、横浜賠審裁判所詰めとなる。明治20年農商務省に席を移し、参事官となる。明治22年衆議院制度取り調べ局出資となり、欧米に出張する。後は、 衆議院初期官、定心商参次官、定心商監査局長、鉄道局長などを歴任した。明治31年学府にあたる大阪商船社長の田中一兵衛に頼まれ、同社社長に就任し、官会を去り、実業会に入ることとなる。大阪商船社長としては、台湾航路の拡大などを通じて、業務を挽回していった。 明治27年頃から宇治川の電源開発を目的に各地の有力者が開発計画を争い、膠着状態に陥っていた。これを大阪商船社長になったばかりの中橋が仲裁し、明治34年に紛争を収めた。明治35年に宇治川電気株式会社設立の許可を出し、許可が降りたのは4年後の明治39年。 宇治川電気株式会社が創立され、中橋が初代社長となった。宇治川電機の事業に本腰を入れるため、大阪商船の社長は大正3年に辞任した。他に日本窒素の重役を務め、熊本県水俣町に窒素肥料工場を建設した。渋沢栄一らと日清規制を創設し取締役に就任する。政治家としては、 明治34年大阪市会議員に押され、議長も務めた。明治45年大阪から衆議院議員に立候補し、当選7回を数えた。大正3年立憲声優会に入党し、大正5年石川県から立候補し当選した。声優会総務委員を経て、大正7年、花高市内閣の文部大臣に就任。この時に宇治川電機の社長を退任した。 現内閣での自責には、高等教育機関の増設があり、特に高等学校10校をはじめ、工業、商業、農林、介護、薬学系専門学校29校の新設、医学専門学校5校の設置、東京高等商業学校の大学昇格などを第41帝国議会に提出した。このように中橋は、寺内正岳内閣以来の課題であった。 高等教育機関大増設の中心人物であったが、対象10年度の予算編成では、東京及び広島高等工業学校、神戸高等商業学校の大学昇格計画が承認されず、中橋文章職言事件として政治問題化した。中橋は原敬氏によって擁護され辞任することなく済んだ。原敬氏暗殺事件の後、 大正10年成立の高橋小力を内閣でも文部大臣に留任した。大正13年、常並武次郎に同調して、声優会を離党し、声優本党を結成するが、統制が振るわず、中橋は大正14年声優会に復党した。昭和2年、田中義和内閣で商工大臣に就任。金融強行による経済混乱の収集に努めた。 昭和6年、犬飼い武市内閣で内務大臣を務めたが、病気のため、翌昭和7年辞任。昭和9年3月25日東京で死去。東京都文京区大塚五国寺に眠る。郷にあるように狸の愛好家としても知られ、千葉県木更津市の小城寺の狸塚の記号がある。また、本人は後年、大倉大臣をやりたかったと語っている。ありがとうございます。